こんにちは、コスモスミュージックです。前回このみんなのお稽古の6番まで終了したんですけども、今日は7番遊びましょうから始めてみたいと思います。前回じゃんけんチョキで2つのところを探してくださいって、こうやってね遊んだと思いますけども、高い音と、おすずめさんの方が高い音で、このピアノ88件のピアノでしたら 1,2,3,4つ目のチョキのここを真ん中のドとします。はい、今日はこの真ん中のドとこのレ2つ弾きますよ。ドレ、この2つを弾いていきます。まあ、最初は指は軽く丸くしといた方がいいかなと思います。こんな感じですね。ドレド、7番の楽譜には子供用の楽譜になってるので、お母さんのお猿さんがこうネックレスつけてるんですね。でお母さんのお猿さんの時はお母さん指で弾きましょうねっていう、でお父さんのお父さんがこうパイプを加えてる絵が書いてあるんですけど、でお父さんのお猿さんの時はドを弾きましょう、でまたお母さんで、リンゴはお休みですっていう風にね書いてあります。で少しずつこう楽譜とこの鍵盤を見ながら弾くっていうことに慣れさせるっていう意味もあるので、まだドとレがそんなにはっきり音符として理解していなくても、楽譜を見ながらこう、左から右に行くっていうのがこう時間が進むんだよってことが、小さなお子様には初めてのことだと思うので、この左の方から右の方に行くと音が時間が進むっていう、そういう感覚にこう慣れさせていくっていう意味もあるので、できるだけね楽譜を見ながら練習してみるといいと思いますけども、どうしても難しいお子様には、鍵盤を見て弾いてもね大丈夫だと思いますけども、徐々にこう見ながら弾くように誘導していきます。はい、じゃあ前置き長くなりましたけど、お母さん、お父さん、お母さん、お休みっていう感じになります。もう一回いきますね。レドレ、こういうの繰り返しが4つあるんですけどね、歌ってみますね。うさぎさん、感じになってます。うさぎさん遊びましょう、はい遊びましょう。でレファラとラドミ、この和音をつけるとしっくりくるので、もしお母さん方で横にね、お子様でしたら横におられる方で弾ける方はこういう風に入れてあげるといいですね。うさぎさん遊びましょう、はい遊びましょう。でうさぎさんとお猿さんとどっちになるっていう風にして、私お猿さん、じゃあお母さんとか先生とかはうさぎさんになるねって言って、うさぎさん遊びます
先生とかお母さん、お父さん、ね、お姉さんでもお近くにいる方が、はーい、遊びましょうっていう風な感じで持っていくといいと思います。はい、で続けて、次の8番、今度はここにドとレの音符の説明があるんですけども、前回公開した動画でドの音はお耳があるんだよっていう風に小さなお子様に教えたと思うんですけど、レにはお耳がないよって、まずはそれだけ、その2つだけの簡単な感じで小さな子には教えてあげますね。お耳があるのがドだよっていう、でお耳を隠してるのがレだよっていう風に教えてあげます。ここに一生懸命お耳をね隠してるのがレだよ、お耳が見えたらドですよっていう、でススキはお休みしますっていうのが9番のたぬきちゃんになります。あ、でここでドとレのお稽古っていうことで、ドよりレが高いっていう感覚がまだ小さい子にはねないと思うので、右に行くと高いって大人はなんとなく分かってるんですけども、子供は高いっていうのは上に行くっていう感覚しかないと思うので、右に行くと高いんだよっていう感覚を徐々につけていきます。でドよりレ高いよ、高い音がするよ、高い音がするねっていうということで、ここに階段の絵が載ってますね。ドよりレが高いよ、ドレっていう感じで、ドレ、ね、高くなりますよっていうことですね。でその2つをちょっとお話ししてあげて、次の9番の耳がないのがレですよって、一生懸命お耳隠してますねっていう感じ でお耳が見えたらドだよっていう、ね、お耳がないとレですよ、で葉っぱはお休み、でそうするとここでレ、お耳があるとド、お耳がないとレっていう風に音符に徐々に持っていきます。でこう見ながら弾けるといいですね。ポンポンポン、おやすみ、たぬきちゃん、ススキはおやすみ、お月さんが出たよ。で伴奏もさっきと同じでレファラトラドミでつけてあげると、ポンポン、ポンポンポン、たぬきちゃん、お月さんが出たよ。はい、でたぬきちゃん終了。はい、で次はメダカさん、メダカさんですね。今日はレの出てくるところのレなので、今メダカさんの曲なので11までやっていますね。で次回からはこのミが増えてくるので、ドレミが増えてくるので、今回はドレまで、お耳を隠そうとしているのがレだよっていうふうにお話しします。これがレですね。で赤いメダカさんはドっていうふうに、でこの、カルの階層はお休みします。じゃあメダカさん10番いきますね。こんにちはメダカさん、ポカポカ春ね。もう一回いきますね。こんちょうど今もねだんだん暖かくなってきましたね。はい、で最後にカゴメをしましょう。これもドとレしかないです。カゴメ、カゴメ、
か、いきますよ。かごめ、かごめ、かごめをしましょう。はい。で、今日のこのみんなのお稽古の方は、これで終わりになって、来週からは先ほども言いましたけども、ミが入ってきます。で、順番にね、だんだん五線譜になってきます。こういう感じでね。はい。で、今日はちょっと おまけの遊びっていうか、この間チョキね、チョキの場所を探してもらったと思うんですけども、チョキでね、今度はさっきは楽譜を見ながら弾くっていうことをしたんですけども、今度は楽譜を見ないで、私の真似していただいたり、あと耳でね覚えていただいたりするためのお遊びっていうか、そういう感じになります。じゃ、今日はまずこのチョキですね。チョキ、この2つで、ね、楽譜通り弾くんじゃなくて自由に弾きましょうっていう感じでいきますね。例えば言葉に変えると、あのさんとかね真似してくれるので、おはよって言ったら、お母さんとかがおはよとかね、おやすみおやすみとかで遊んであげると、私がおはよっていうので真似して、おはよっていう風に弾いてみてください。おはよおはよ、はい、こんにちは、はい、こんにちは、春ね春ね、今日のご飯なあに、なんでしょうねカレーライスとかね、うどんとかいろいろあると思います。今何時、8時、今何時、10時、こういうのもあるかな。はい、っていう風にして、いろんな言葉をつけながらお遊びできるので、この2つの場所をしっかりパッと、ね、見れるように、場所はどこでもいいですよ。好きなところで弾いてみてください、ね、お父さんとかお母さん、ね、と遊びながらこの2つの場所を覚えてくださいね。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。またね。